個性が強かったベスト3、まあ、癖が強かったという言い方もあると思うんですけど、中田秀人、そこは外せないですね。外せないで勝負じゃないですしっかり吉勝さん落ち込まれますよね。そう、あのきあ、分かる、分かります。はい、今回、はい、横浜にまいりますアンバサダーの鳩さんと、はい、クラブシップキャプテンの栗原雄三さんに来ていただきました、うん、よろしくお願いします。お願いします。ね、アンバサダーとクラブシップキャプテン何が違うのかよく分かんないですよね、はい。まあでも同じようなね、あれですよね、そのやることっていうか内容は、まあ横浜の F マリノスを盛り上げるみたいな今回の企画なんですが、まあ今、現日本代表が非常に頑張ってますが、すごいっすね。この前もドイツ、トルコに、うん、勝って力勝ちやね、はい、日本代表を2人とも背負ってきて戦ってきたと思うんですけどまあやっぱりなんか個性、まあ、昔の選手たちはすごい個性的な選手いたと思うんですけど、その中でまあ個性が強かったベスト3、まあ、癖が強かったという言い方もあると思うんですけど、3戦を挙げてほしいっていう。あ、ちょうど多分時代が違う。そう、僕はね、ちょうどね、代表とかちょっと関わらさせてもらったのは2000年、2001年、2002年のワールドカップ手前までなんで、はい、同世代っていうか。そうですよね、同世代プラスちょっと上の方々、うん、先輩方、うん、で、ユーゾーが入ってた時はちょうどその10年後くらいの2010年から12、3年くらいまで、うんうん、なので自分のと一緒かちょい下くらいが中心でやってたかな、うん、メンバー的に。その中で癖強いって言ったら僕が見る限り誘導が一番癖強い。ないですね。誘導が一番、まあまあまあ、一番まともでしたよ。まともではないな。あの世界まともじゃやっていけないですか。やっていけないね。うん、まあ、やっぱ補正っつったらまず本田圭佑自分はそこは外せない。やっぱチームの中心だったし、うん、カリスマ性っていうか、うん、存在感の大きさっていうか、うん、まあそこは外せないんじゃないですか。なんかオフザピッチの時にどうだったのかなって、その意外にも気遣いで、うん、本当になんか気配りできて、うん、すごいいい人だなって。へー、結構もっと怖いっていうか、なんかもう自分の世界って感じだと思ったけど、はいはい、本当に周り見て、その辺はすごいなと思いました。本田圭佑君とユーザーどっちが年上？自分は3つ年は上だけど、代表とかやっぱ入ってるのは本田圭佑が早かった。ああ、そうなんですか、ね、うん、リーダーシップみたいのを。そうですね、それもあったし、やっぱ実力ももちろんあったから、やっぱりすごいなと思っていつもですよ。本田さんどうですか、1人目は。1人目はやっぱり本田圭佑選手を来たら、僕らの時代はやっぱ中田秀人選手。そこは外せないですね。外せないで勝負じゃないですか。勝負じゃないけど、やっぱ癖とか個性とかって言ったら、その当時やっぱりヨーロッパでね、バリバリ活躍してるのが秀人で、違う空気感がありましたよね。オンザピッチはみんな知ってると思うんですよ、はい、プレースタイルとか。そうですね、やっぱりその当時やっぱりこけないとか、うん、時間強いとか、うん、そのパススピードとかって言って、やっぱちょっとこう一人だけ違うような感じでしたけど、うん、オフザピッチのところも、まあ朝起きてきてエレベーターで朝食会場行く時も、はい、寝癖ついて見たことないです。え、髪の毛がきっちり決まってる。きっちり決まって、はい、やっぱりこういい香りが、はい、うん、エレベーター乗っても、はい、だからそういう部分ではこうなんだろう、オンザピッチオフザピッチでも中田秀人思想を作ってたっていうか、はい、やっぱそういうのはずっとこう表現してたのかなっていうのは思います。でも同級生ですか。同級生だから高校の時はね、岩谷、はい、高校対韮崎高校、夏の、総体、インターハイ、インターハイ、はい、全国大会で当たって、はい、勝ってるんですよ。あ、そうなんですね。でも監督みたいでしたよ。あの監督に、はい、交代って言ってたんで、監督に向かって交代ほんで相手チームのすげえなとか監督に指示出してるよと思って。あ、その当時から。そう、その当時からやっぱこうちょっとズバ抜けてたよね、はい、うん、やっぱハットトリックされたっていう、やっぱ衝撃、目の前でやっぱそのプレーをね、見せられて、でやっぱり代表入った時もやっぱりヨーロッパでもういち早く活躍して、そうですね、先行、うん、先行した、まあ、カズさんもいましたけど、うん、ヨーロッパで開拓した、そう、うん、だから一番やっぱり刺激が強いっていうか、うん、うん、同い年 で、うん、で若い時から知ってるんですけど、うん、もう本当人としてすごいもうだいぶ立派になっちゃって、うん、立派になっちゃって、
いやなんか若い時はまだやっぱりメンタル的にも整ってない時整ってないあったんですか。ああ整ってない時があったね。あったんだ、まあ、本出した時ぐらいから整ったんですそのまあだいぶ前からかわかんないけどやっぱねあの個性の塊っていうか集団の中でブレずに、うん、結構ねいじられキャラだったりもするんだけど、うん、そうなんだ下からこう言われたりとか、うん、だけどもう全くブレない、うん、やっぱメンタル強かったっていうか、うん、まあ本当にキャプテンシーあってすごかった。そういう部分では本人最近マックがメディアかなんかで言ってたんですけどやっぱその自分がまとめるとかじゃなくて、うん、選手たちに対するリスペクトだったりそこを持った上でなんか引っ張るっていうよりなんかそうやってこう吸収するというかみんなの個性を尊重するなるほど、うん、っていうのは言っててあなんかマコらしいなというか誰でもできないですからね。いやできないですね本当に。あの長谷部さん長谷部さん、うん、その先は何かあるの整い以上のこと整い以上はないな整った整ってから今もう何歳になってまで分ですってやってるんですよ。すごいっすよすごいよ、はい、整うの先行ったらなんか神様みたいになっちゃいそうだからね。ほぼ神様ですよね。で、松さん、2人目僕はやっぱりチームメイトでも一緒に会った松田直樹。あー、松さんすごい松には感謝してるのは、はい、自分がこう代表入った時も、はい、やっぱり各年代に代表入ってたわけじゃないし、うん、最終的に代表入った時には、はい、そんなに周りにその仲のいいっていうか今までアンダー世代で一緒にこう関わってきた選手があんまりこういない、はい、そういうところで松がどんどんこう輪に入れてくれたっていうか、うん、ピッチ外のところでもハトちゃんハトちゃんって言って食事会場でも一緒に松が来てくれて、はい、でなんかこう話題に振ってくれたりとか、はい、そういう部分ではすごくこう代表のチームにこう打ち解けさせてくれたのは松だった。へー、うん、でも松さんやっぱなんかこう兄貴肌なんで。そう同い年だけど、はい、各年代からずっとね、はい、あの日の丸背負って、まあ、自分らの年代の中でもやっぱりこうちょっとこう目標とする選手だったから一緒の舞台に立った時に、うん、そこでもやっぱ引っ張ってくれたんで、うん、だからもうすごい感謝してるしピッチ上でもねあの誰に対しても、まあ、あの性格だし。そうですね、よくあのマリノス、F マリノスで試合出させてもらった時はもうハトさんとマツさん結構喧嘩してて、いや、あんまそういうイメージないねんけどね、喧嘩してたんやろね。言い合って、でもまあでもピッチないだけっていう感じですよね。そう、試合終わって勝ったら、うん、よくマツから連絡来て、はい、ありましたけどね、はい、そういう、あの試合行こうよ、多分マツも悪いと思って連絡くれたのが気遣いですよね、うん、あのピッチ外のところ、うん、代表でもピッチ入ったらもう誰に対しても要求してたから、うんうん、あんまでもプライベート仲良くなさそうでしたね。そうさ、そう思うじゃん、うん、マリノス復帰した時とかも、うん、これ言っていいのか悪いのか分からないけど、まあ、YouTube だから OK なのか、まあ、分からないけど自分次第です。あの実はね、あの復帰した時も、はい、宮崎キャンプとか別部屋なんですよ。もちろん経験積んでマリノス復帰したから、はい、別部屋の若手と組んでたんだけど、はい、でもか、まあ、松がね、ちょっと言って松と俺の部屋の、あ松が俺の一緒に IBN でしたの、はい、あ、そうなんですね。そう、でそれは、多分他から見たら、はい、なんだよ、昔のハトさんと松さん、こうやってまたあの二人、なんかあんぞみたいな、はい、多分そういう雰囲気も流れちゃうから、はい、俺はあんま良くないのかなと思ったんだけど、はい、実際二人になった時は、結構、まあ松ももちろんマリノスのピッチ内外のこともそうだけど、はい、プライベートのことも結構僕、まあ、相談されてたんで。あ、そうなんですか。そうだからまあそういういろんな意味でやっぱり話しやすかったのかなと思って、あまあ多分ピッチ上に立てば喧嘩もしたし、はい、一番やっぱなんかそういう部分では話しやすかったんかなと思って、うん、だからあれですよ、キャンプも2ブレンだけど朝4時ぐらいまで、はい、ベッドに2人こう並びながら、はい、私はああだよね、朝4時ぐらいまで2人でこうやって、松、明日も2ブレンだし朝早いからもう寝ようぜって言って、はい、そんな感じで、そんな感じだったっすね。そうだからそれは当時のマリノスいる頃は誰にも言えなかった。あこれ初めて言います。そんな言えない話でも何でもない。いい話まあね、でもあんま言うとあかんのかな、おさら。いや、そうっすか、うん、いい話でめちゃくちゃ、うん、はい、なんとなく出てきたな、今度安行きで。おー、こんちゃん、こんちゃん、うん、ああ見えて多分日本一メンタル強いんじゃないですか。うん、そう、マスターも分かるだろう、ね、うん、分かる分かる。そうなんや、
まあ、優しい。いや、あの、そうですね、普段はめちゃくちゃいじられキャラで優しい感じの、うん、それどういう時に思ったっていうの。やっぱ試合の時もそうだし、うん、試合前とかのその自信っていうか、うん、みんなはなんかこう自信なくても、うん、自らこう作る感じだったけど、本、うん、ちゃん結構もう自信に満ち溢れてて、うん、で体もそんなでかいわけじゃないんだけど、うん、センターバックやってて、うん、で世界のこうすごいフォワードとかとやっても負けてなかったし、うん、まあ俺がやられたらだって誰が守れんのくらいな感じでいつもやってたから、うん、本当すごいなと思って、そう、まあ、多分日本一、うん、メンタル強いっていうか、うん、もしかしたらぶっ飛んでるかもしれない、うん、でもあのコンちゃんみたいなタイプは一緒のチームにならないと凄さがよりわからないというか、あの一緒にプレーすると、まあ、僕一緒にやった時ボランチだったんですけど、ボール刈り取る能力っていうのはもうとんでもなかったですし、いや対戦しててもやっぱすごかったよ、カサカサってね、はい、確かにそんな夏みたいにそのフィジカルがパッと見た感じのごついタイプじゃないんだよ ね、 そうですね、もう骨太ですね、コンちゃんは足腰とやっぱアジリティはすごかった、うん、スピードが特別めっちゃ速いわけでもないし、うん、体が超強いわけじゃないけど、うん、その辺でこうでかい外国人からボール取るのとかもすごかったし、うん、J リーグでもまあすごかったんですよ、すごかった。だからコンちゃん多分喜んでると思います。いやいや俺に言われても何も喜ばないでもすごかったよね。いやすごい、いや本当にすごいと思う。ザッケローニ監督がね、ヨーロッパついていきたいのコンちゃんって言ってたから、うん、一人でだから、うん、今回やっぱすごかったと思います、うん、じゃあ最後、3人目。3人目はね、やっぱり代表、当時代表入ってたメンバーでマリノスも一緒にやってる選手になっちゃうんだけど、はい、逆にね、あの代表いた時他のチームの選手はそんな個性があんま強くなかったの。あ、そうなんですね。同じマリノスにいる選手がやっぱ個性強かった。まあ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 そうですね。やっぱりゴールキーパーは川内義和さん、はい、うん、もちろんまたこれもピッチ内ではみんなわかるでしょう。はい、もう聞き迫る感じで、もう闘争心も剥き出しで、うん、鼓舞しまくって、そう、はい、だけど意外なのはメンタルが、はい、あの強い方じゃないかも。結構その自分が調子悪かったりとか、はい、代表もあれですけど、どっちかって言ったらマリノスでもそうだけど、はい、ちょっとこうやらかした時は、はい、もうダメかなみたいな、はい、でもしっかり吉勝さんを落ち込まれますよね。そうあのきっと分かる、分かります。そんなに落ち込む言うぐらい落ち込む、はい、ですよね、うん、だってマリノスで失点するじゃない、はい、そしたら近くにいる俺をバッてやってユニオンも破れんだから、はい、え、破れたんですか、うん、はい、なんだお前そこ寄せなよみたいな、はい、で、こっちもやっぱピッチ立ってるから、はい、イラッとしてるから、はい、せえよとか結構なるでしょ、はい、なんだよお前よとかになって、で、試合終わったら、はい、やっぱポッポちょっと飯行くか、へえ、そう、飯かすかんか、飯かすかん、ほんで飯行って、はい、やっぱあの自分も悪いと思うんだろうね、うん、だけどポッポあそこもうちょっとこうやっていけばポッポももうちょっと成長するし、あそこがもうちょっと大事なんだよ、うん、結構そこであのアドバイスしてくれたり。あ、そうなんですね、うん、だけど意外だったのはそう言いながらも自分の悪いところになったらすっごい落ち込む、うん、でもう俺もちょっともうダメかもなみたいな、うん、だからそれは意外、ピッチ外のところではメンタル強そうに見える、はい、多分メディアに対しても強そうに見せてるけど、実際はそんなにしっかりと落ち込む、うん、だからそのなんか弱さの部分というか、うん、知ってるからこそめちゃくちゃトレーニングストイックにするじゃないですか、うん、だから心配なんだろうね、はい、めっちゃ追い込みますよね、うん、吉勝さん、まあ他にもたくさんいるんですけど、いるよ当時はね、ゴンさんと一緒やった。ゴンさんね、20分ぐらい歯磨いてるから、ゴンさん歯茎なくなっちゃいますよ。秋田さんは秋田さんでね、こうヘディングしてヘディングしたら、その後はなんかこんな重りつけてくるから、犬か、こんな癖強かったよ。確かにそれは強いですよ。まあまあでも確かにルーティンありますよね、その人その人スイッチ入れ方みたいなの。まあでも当時のマリノス、F マリノスはもうあのほぼ代表だったじゃないですか、言ったらほぼ代表と、はい、元日本代表。あ、そうですね、先発が。しかも韓国代表いて、はい、いて、だからその中でレギュラー取ったらそれは代表入れるよ。いや、そうですね、うん、まだまだ濃いエピソードたくさんあるんですが、うん、いや、まだまだね、喋れますけど、はい、時間の関係でね、時間の関係もあるので
ここら辺で終わらせていただきたいと思います、はい、で、冒頭にも言ったんですが、今ハトさんは横浜 F ・マリノスのアンバサダー、はい、ゆうぞうはクラブシップキャプテンとして、横浜 F ・マリノスを盛り上げてます。で、今現在優勝するかどうかっていう瀬戸際で、本当にね、チームも頑張ってるので、ぜひね、概要欄の方に記載してありますので、横浜 F ・マリノスのホームゲーム、アウェイゲーム応援していただければと思います。あとは、はい、SNS の情報も載せてありますので、はい、応援の方もぜひよろしくお願いします。お願いします。畑さんと栗原さんに来ていただきました。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。